よっぽど死にてえらしいな。弱えガキどもが束になってどうするつもりだ。ん？そうか、お前、あの大名の家臣か。いかにも。お主を討つため20年の時を超えてここに参った。亡き主君おでん様の無念、今日こそ晴らしてくれる。なめられたもんだな。おろろろろ、おい、そこの小僧あの時のガキだな。覚えてるよな。俺との力の差もわきまえず、大勢の家臣とお前の母を死なせた父のことをよ。あのバカ殿の死に様を見たお前も同じことをしていやがる。力のねえ奴らを集めても俺は倒せねえ。お前は父と同じバカ殿だ。てめえら、覚悟はできてんだろうな。全員まとめてあのバカ殿のところへ送ってやる。俺に立てついたことを地獄で後悔しやがる。今度こそ勝つ。俺たちが相手だ。てめえら、俺を舐めすぎなんじゃねえのか。奴の隙をついて一気に勝負を決めるしかねえな。私に任せて。しときなさいよ。うん、おい、拙者も見届ける。戦えなくても命を懸ける覚悟でござる。消し積みにしてやる。ボロプレー、シャンブルズ。どこ行った、麦わら。俺はここだ、カイド。お前を倒して俺はモモとの約束を果たす。図に乗るな、海賊ごっこの小僧が。